フランコ・マティアス・ディサントは、アルゼンチン・メンドーサ出身のサッカー選手。c a さんロレンソ・デ・アルマグロ所属。ポジションはフォワード。イタリア系アルゼンチン人であり、イタリア国籍も持っているため、EU 内選手と同じ扱いとなる。アルゼンチンのニューウェルズ・オールド・ボーイズのユースでキャリアをスタートさせた。2006年から2008年に所属した。 チリのアウダックスイタリアーノでは61試合で15ゴールを挙げた。2008年1月に移籍金は700万ドルの4年半の契約でチェルシー FC に移籍した。なかなか出場機会に恵まれないが、リザーブチームのゲームでは2008年4月にトッテナムホットスパー FC とのリザーブゲームでハットトリックを挙げるなどアピールしている。2009から10シーズンは、 ブラックバーンへ、レンタル移籍。2010年8月31日、ウィガンアスレティック FC に3年契約で移籍した。2013年8月14日、ベルダーブレーメンと2016年までの契約を結んだ。2015年7月25日、シャルケ・レイオンと2019年6月30日までの4年契約で完全移籍した。 2019年2月1日、シャルケ・レイオンと契約を解除し、ラーヨバ・ジェカーノとシーズン終了までの契約を結んだ。2019年8月6日、アトレチコ・ミネイロに移籍した。2020年7月10日、CA3、ロレンソ・デ・アルマグロに移籍した。ありがとうございます。